それでは、2024年9月13日金曜日の20時になりました。毎週金曜日の、20時から21時に行ってます、朝倉未来オンラインの船橋市議会報告会、そしてご意見をお伺いする会をやりたいと思います。で、毎回そうなんですが、私の方から1週間の議会の動きを中心に、まあ、20分程度お話をさせていただきまして、で、その部分は、今日参加できなかった方も後で見られるように、YouTube にアップします。で、そして、その後、録画を切りまして、後の30分ぐらいは皆さんから自由にご意見をいただく、伺ったり、感想を伺ったりする形になりますので、まあ、最初は20分ぜひそのままお聞きください。それでは、まず9月議会の日程なんですが、まず議会の基本ですが、議会というのは3、6、9、12という3の倍数の月に集中審議を行います。ただ、まあ、実際は最近は、まあ、1ヶ月強かかりますので、9月3日に開会しまして、そして10月の9日に採決で、終わるという形になります。さて、9月3日に、開会されまして、市長からの議案の提案と、議員からの発議案の提案、それから、その後、私が委員長を務めてます広報委員会が開かれました。で、その後の日程なんですが、9月の10日に議案質疑が行われ、私もいたしました。で、9月の11日に、発議案の質疑、これ誰もいなかったんですが、その後、12日から19日に、各議員がそれぞれの、問題意識で質問する一般質問があります。で、私は本日13日にその一般質問をいたしました。で、24日から31日が委員会質疑で、予算決算について10月3日、4日で質疑、質疑討論、採決をし、そして9日に閉会ということです。さて、まず、市長から今回どういう提案が当初出されたかというと、議案第1号、令和6年度、船橋一般会計補正予算ということで、これらの予算案が出されました。で、この中で特に放課後児童クラブ運営費補助金というのをちょっとご注目しておいてください。それで、その次に補正予算以外では、まあ、様々な議案があります。で、わかりやすいところとしては、新船橋架け替えに伴う橋梁上部工事請負契約とか、船橋市武道センターが大規模改修を行うので、その工事の請負とかです。で、あとはちょっと軸修正みたいなものもありまして、あまり大きな内容のやつはないですね、議案としては。それで、議案の他のものとしては人事議案で、教育委員会委員の任命とか再任とか、人権擁護委員の再任など、あと任命とかですね。で、あともう一つ大きな話としては、認定っていうのがありまして、決算の認定について質疑をいたします。で、提案されています。で、決算っていうのは、2023年度、令和5年度の決算ですね。2022年、2023年4月から2024年の3月までの決算が出まして、その決算について質疑をするんです。議論するんです。で、この決算というのはもう終わった話ですので、まあ、認定するかしないか最後議決するんですが、まあ、仮に認定しないとなっても終わっていることなんで、まあ、過去を取り戻すことはできないんですけど、この決算認定の質疑を通じて、まあ、2023年度の予算執行がきちんと行われたかどうかを議論し、まあ、2025年、来年度予算にこう組み立てるときにその反省点を生かすという意味があります。それでは次なんですが、実は、で、その、まあ、一応、その、議会が開会した日の金曜日の夜は、青い鳥ホームで、まあ、これ私の活動ですが、学習サポートをしまして、母子生活支援施設で、他にも夏休みもいろんな、子供の勉強を見てました。で、9月8日には、障害児、医療的ケア児の親との懇談会がありました。さて、9月の9日に、まあ、実際は9月7日の夜に、その動きが分かったんですが、市長が議案第1号を撤回すると、
そして、出し直すという方針を示しまして、議会運営委員会にそれが諮られました。で、その内容は先ほど言った放課後児童育成事業の中身なんですけど、これが実は放課後ルームの公設公営と民間の関係、民間の事業者との関係をめぐる、20年余の、動きに、が背景にありますので、ちょっとそのことを、話していきたいと思います。で、まず新聞記事を見ていただくと、こういう新聞記事が出ました。千葉県船橋市の松戸徹市長は9日開会中の市議会に提案した本年度一般会計補正予算案を取り下げると表明したと。昨年度は全国の自治体ではそうなった放課後児童クラブの待機児童解消を目的に同クラブの運営、補助金を計上したものの市議の間で異論が出ていたと。上記議案の撤回は国の補助金変更絡みなどを除いて、同市議会で初というと、市は運営補助金を除いた予算案を後日提案する。放課後児童クラブは共働き家庭などの小学生を放課後に預かる学童保育で、船橋市は全ての学校施設を当てていると。補正予算案に2880万円を、盛り、待機児童が多い小学校区18施設で、事業者に設備に、やの改修や備品購入などの経費の一部を助成することにした。対象は学校法人や学術会社など。この市の計画に対して市議らは、放課後児童、クラブは前市長時代から公設公営方針で運営してきた民間事業者の助成は政策変更だ。市が作成した待機児童解消プランに、補助金をもらえてなかったといった反発の声が上がってた。松戸市長は9日、市議会、議会運営委員会に出席し、より適切な形で議会に審議いただくとして、今月3日に提案した補正予算案の取り下げを表明。市側は来年度予算案に、改めて放課後、児童クラブの関連の予算を提案する方針を示した。補正予算の撤回の可否は10日の本会議で採決される。可決されれば、開会中の市議会に市が、運営補助金を除いて予算を再度提出する方針ということです。で、この記事、を見ると、いろいろいくつか感想もいただいたんですが、待機児童の解消をする議案に対して、市議会が撤回をさせたような感じで捉えている方もおられますので、もうちょっと歴史的に。解説いたしますと、待機児童の放課後ルームの、待機児童の解消のために、いろんな施策を取り得るというのは、それはその通りの。で、その施策の一つとして、今回の、民間に、依頼するっていうのもあり得るんです。ところが、実は、放課後ルームというのは、非常に歴史的な経過がありまして、私がちょうど市議になったのが1999年で、市の終わりというか2000年にかけて大変な議論があったんです。もともと、小学校に通っている、保育園に通っていて小学校に入った、子供は、昔は、学童保育と言ってたんですが、学童保育については、民間がやってたんですね。市も、ちょっと関与はしてたんですが、基本的に民間の自主運営でやってたんです。で、それで、その時に、1997年に藤代市長、前市長の藤代市長さんって人が、当選した時に、民間の学童保育だと、いろいろ運営も大変だし、安定もしないということで、船橋市が責任を持って、公設公営、船橋市立でやっていくという表明をしたんですね。で、その表明をして、当選をして、2年後の2000、えー、年、まあ、2、3年後かののに、実施するという方針になりまして、簡単に言うと、それで、今の船橋の、放課後ルームは、学校内にもありまして、市の、会計年度任用職員が、担っているという形になります。で、その時に、民間でもともとやってきた学童クラブの人たちの、なんていうかな、指導員がいたんですが、その指導員を、実は、公設公営の時にあまりやと、あの、雇わずに、結果的には、
ずっと学童になってきた民間の指導員が、放課グループに入れなかった人が結構いるという問題が一つ。それともう一つが、そうは言っても2000年の時点で、民間のやってきた伝統を受け継いで、学童保育を残そうという動きがありまして、市議会に陳情が出たりして、まあ、公設公営にしたこと自身はいいけれど、私たちは民間でずっとやってきたんだから、私たちがやることに対しても補助金を出してほしいというふうに、出したところ、まあ、公設公営でやるので、一切、そういう民間には補助金出しませんと言って拒否して、まあ、拒否した影響で、そういう民間で実質的に頑張ってたところが全部、まあ、結果的には畳んだという、経緯があります。ということで、市が責任を持って放課グループを運営するということを、まあ、民間の、自主的な動きを、まあ、断って、でも、まあ、やったんですね。で、その後でいろいろ放課グループを増やしていったりしたんです。だから、市が責任を持って、公設公営で放課グループを増やすという方針で、まあ、24年間ぐらいやってきているわけです。で、それを前提に、市がきちんと予算を取って、あるいは場所を確保して、放課グループを、整備するために、これまでいろんな、方針が出されてきたんですが、それがいきなり、まあ、そういう方針転換が、民間に今度再びやらせるというような方針が、まあ、きちんと説明された上で、こういう方針転換すると、やむを得ずこういう方針転換すると、それは、市が公設公営でやろうとしてたけど、こういうところが、不足していて、どうしてもできないので、方針転換だけど、お願いするということで、きちんと十分な説明をされた上で、市議会に提案されたら、多くの、まあ、市議が、まあ、多分受け入れる方向になったと思うんですが、いきなり、補正予算でバッと出てきまして、説明なしに、事業提案があったんですね。ということから、これは説明不足ではないかということで、まあ、ことの重さに比べると、十分整ってないということがあります。で、ちょっとこれは、まあ、ちょっと確証的には言えない、まあ、ちょっと言えない、まあ、言いにくい話なんですが、今回の民間事業者への利益誘導的なこともあったんじゃないかという話も、ちょっと耳に聞こえてきます。まあ、というようなこともありまして、ちょっとこれはまずいんじゃないかという声を、私も実は言いました。直接。まあ、私とか何人の市議が、言いました。で、いろんな方面から言われたみたいです。ということで、撤回という動きになって、この放課グループについては、まあ今の市長の方針では、来年の予算案として出すという話でありますけど、ことを、取り下げて、さっき言ったその放課後児童健全育成事業以外の他の予算について、この連休明けの15日の予算、議会委員会で提案をして、そして、まあ、これ、ね、残りの部分についてはもう一回きちんと審議をして、他の補正予算はきちんと審議して、出し直すという方向になりました。というのが、この、話の、動きです。ということで、議案質疑の前に予算案が撤回されてしまったもんですから、まあ、予算案は当然議論できない形になりました。で、それで私が決算を中心に質疑をしたんです。で、その質疑の内容は、学習支援事業ということで、この中学生に対して学習サポート市がしてます。私も自主的にしてるんですが、生活保護世帯、就学援助世帯、一人親世帯の3対象にしてます。で、同時に高校生に対する学習支援とキャリア、デザイン支援のことをしてるんですが、この対象が一人親世帯だけなんですね。高校生だけなんで。で、そうすると、まあ、一番今回訴えたのは、例えばこの同じ中学校の学習支援事業に通って、同じ友達として別々の高校、まあ別々か、もしかしたら同じ高校に進んだこの中でも、
この一人親の子に対しては、この高校生学習支援事業の案内があるけど、例えば他の世帯に対しては、まあ、就学援助世帯の子供に対しては、全く同じ学習支援に通ってたのに、この高校生学習支援には通えなくなるというものがありまして、それはおかしいんじゃないかということで、質問をしたところ、まあ、こういう決算があったんだけど、今後はちょっと考え直すべきだと質問したところ、まあ、これは、考え直すという答弁になりました。それから、一人親世帯に関しては、母、父の方の就業支援事業というのがありまして、まあ、つまり、2つあります。就業支援事業2つあります。長期的に安定的な仕事である保育士や看護師などになるために、しっかりとした半年間ぐらいの講座を受ける。そして、まあ、その保育士、看護師の資格とか、あるいは学校に進むのに、必要な、まあ、補助をするという事業があります。まあ、私もそれは非常にいいことだと思ってるんですけど、もう一つは、まあ、看護師とか保育士を、取り直すぐらいにしっかり、まあ、学び直すような余裕がないと。でも、まあ、子供のために、まあ、なんとか手に仕事を持って、まあ、生活をしていかなきゃいけないという方々にとって、確かにこの、市が例示を出した医薬品登録販売者、これよくドラッグストアに行きますと、行きますと、薬剤師とともにこの表札を持った方々がおられますね。から医療事務、介護主任者研修、宅地建物士、ここら辺は確かに比較的、取りやすい、資格とかでありまして、これで具体的に仕事に結びつくことが多いというのは事実でありまして、市がこういうことを中心に、就業支援事業を2023年度に行ったことはいいことだということを言った上で、実は私の学習サポートを手伝っていただいている方の中に、まあ、ビルメンテナンス系を中心にずっと仕事をされてきて、いろんな仕事をしながら、いろんな資格を取って仕事の幅を広げて生きてこられた方がおられまして、学習サポートをいつも手伝っていただきながら、そういう話もするんですけど、まあ、彼の話によると、こういう第二種電気工事士です。それと、それを取得すると講習で取得できる消防設備点検資格、まあ、ガソリンスタンドなどに就職できる可能性を広げる危険物を移す種や、消防設備士高4類、警備検定2級あたりが実は比較的取りやすくて仕事に直結する資格だという話を聞きましたので、まあ、これを、こういうのも他の、まあ、この4つだけじゃなくて、こういうのも、まあ、進めるべきじゃないかと。あと、住居系で言うと、宅地建物士、取引士だけではなくて、賃貸、不動産経営管理士という新しい資格、比較的新しい資格や、あと、マンション管理者は難しいんですけど、マンション管理業務主任者というのは比較的取りやすいので、そこら辺の幅も広げて方がいいじゃないかって話をしました。で、最後に、障害児医療的ケア児の保育園入園とその後の方法、先ほどの懇談保育園の、まあ、通ってる障害児医療的ケア児の親との懇談の中で、9月8日に聞いた話を推移をしました。で、医療的ケア児の中には、今年からの4月から、一律保育園に入りまして、非常に短期間、4月から8月ですから、まだ5ヶ月しか経ってないんだけど、保育園に入れたことで友達関係もでき、非常に成長しているということで、感謝の気持ちを聞く一方で、ある私立の保育園に入った障害児の親からは、実はその、園に入れたのはいいんだけど、非常に不本意な対応がされてる。で、この不本意な対応は今、まあ、その不本意な対応をした私立園に対して、私立園に対して、船橋市保育運営課とかがきちんと働きかけできてるのかどうかということを今、調査中なんで、あまり具体的なことは議場ではなかったんですが、まあ、残念ながら市が十分その寄り添う姿勢じゃなかったってことを残念がってって話をさせていただきまして、まあ、ちょっと改善をすべきだということを同時に言いながら決算説明しました。それと本日ちょうどやったところなんですが、一般質問の医療センターについて市長がほとんど説明会やってないので、今からでも全公民館を回って説明すべきだって言ったけど、これはやらないという話でしたね。それから、まあ、豪雨時の河川の水位や水害危惧地点の把握については、
今3地点だけ、海老川の市場地区と、中津川の長生池付近と、それから、ママ川の、まあ、ちょっと市内じゃなくて、市の隣接地なんですけど、ママ川の鬼越地点と、それから、カメラはないんだけど、水系だけあります、あそこですね、浅間川。4カ所しか、今、データを市民に公開してないんですけど、もっと、公開すべきだって話をしまして、木戸川については、公開する方向という答弁がありました。それから、公民館と宮前市民センター、クーリングシェルター、町会自治会館については、公民館の空き部屋が多いと。それは、まあ、サークル活動で公民館使うんだけど、中央公民館、二和公民館、薬研大公民館だけは、まあ、地理的に非常にいい場所にあることで、全室が埋まる日が結構あるんですが、他の公民館、23公民館は絶対空き部屋があるんですね。どの時間帯も。そうすると、その空き部屋を開放して、子供たちが勉強できたり、あるいは、まあ、大人が静かに読書できたりする部屋を作れば、クーリングシェルター、まあ、クーリングシェルター、暑さ避難所にもなるし、まあ、地域住民にとっても利用しやすい。で、公民館は、確かに、サークルに入ってる方にとっては、定例のサークルの集いがありますので、利用しやすいんだけど、サークルに入ってないと、地域にあっても十分に利用されてないところがありますので、公民館の空き部屋をきちんと開放すべきだという議論をいたしました。それともう一つは、町会自治会会館が、まあ、公民館は26か、あ、26館ですけど、町会自治会会館は290かな、297か。ぐらいあるんですね。で、そうすると、公民館1区あたりに、公民館1区あたりに、自治会、町会会館は10個ぐらいある。そうすると、特にこの暑さ対策にとっては、町会自治会会館に、例えば1部屋、クーラーがついた部屋を確保すれば、まあ、そこに皆さん集まってこれるということで、クーリングシェルターがもっと身近にできるんじゃないかなと。まあ、いろいろクリアすべき点はありますけど、眠ってる町会自治会館を8月によく見かけましたので、まあ、ここクーラーあって地域の人が集えるはずなのにもったいないなと思いながら、まあ、見てましたので、まあ、ただ町会自治会の方に、その方々、その、に、新しい仕事として、その、夏の、例えば、秋、あの、部屋の番とかしていただくと、まあ、今ただですら町会自治会が高齢化していて、役員のなり手も少ない状態なので、新しい仕事を加えるという、自主的に加えてくださいというのは大変なので、やはり、まあ、市が何らか補助を出して、実費補助を出して、鍵開けと部屋の番をしていただくという形で、有効利用したらどうかという話をしました。まあ、これについては、まあ、難しいけど考えるみたいな答弁でしたね。あとはミニバスですね。地域を巡回している場所がありまして、高齢者支援バスというのがありまして、いろんな老人センターを、地区の老人センターを経由しながら、最寄りの、駅に行けるようなバスがいくつか路線があるんですけど、で、それをもっと増やすべきだということと、その路線の中でバス停を増やすだけで、もう、まあ、便利になるという話をいたしました。それから学校給食と教材費について、学校給食はもう3割の自治体が、無償化している。で、教材費についても品川区長が、今年の4月から無償化、補助教材費の一部を無償化したということで、これを、検討すべきだと言ったんですけど、まあ、やらないという話、残念でした。で、次にマンション管理について前に質問したように、管理決めで一括で、管理計画認定制度認定マンションの固定資産税減免については一括申請できるようにしてほしいということを前回の議会でも言ったんですが、まあ、個々申請であることは同じなんだけど、管理組合が一括して、代行して、まあ、その共通提出処理のところは共通にして、まあ、若干簡略化できる可能性を示唆したので、まあ、これ一歩前進かなということです。あとは、まあ、古典の日の紫式部の行事はやったらどうかという提案をいたしました。で、
まあ、今後の予定ですが、まあ、議会はそのまま続いてるんですが、まあ、5月21日には、源氏物語、若紫、紫式部講座を13時から15時、そして、ちょっと、定例とは違うんですが、10時半から12時に議会報告会を勤労市民センターでやります。そして、あ、これは、昔の記録だな。まあ、日常の市民のご要望があれば、道路幅を広げるのは簡単ではないけど、既存道路幅の中で段差をなくすということはできますので、まあ、ぜひ、要望いただければと思います。これさっきの繰り返しですね。はい。まあ、これは、まあ、ちょうど45年前にこういう話があったということです。はい。ということで、私の、報告は終わりますので、これで、録音を切りまして、これからは自由に話し合っていただく時間になります。